Hey yo, 行くで1、2、3、4。おっちゃんどこ、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 くさむらにいた。瀬田浩司のマイクラ PC 実況、ジャスティス。はい、今日のドリンク。片手で朝食、ナタデココヨーグルト。おはようございます、瀬田浩司です。本日2016年9月の20日火曜日朝7時28分でございます。ちょっと今日は遅め、俺にしては遅めのマイクラなんだけど、ちょっとね、昨日ちょっとやっぱ一日ね、ちょっと休みますって言って昨日休んだんだけど、ちょっとリズム崩れるよね。ちょっと夜更かしというか、まあ夜2時ぐらいになっちゃってね、ただまあだからちょっと朝5時とか起きられなかった。ジュルジュル、いいね、こう冷たいものがこう入ってくるのね、いいよね、こうだんだん今ちょっと元気になった。で、まあご存知の方ね、いらっしゃるかもしれませんけど、この T シャツね、僕まあツイッターでもね言ったんで、知ってる方いるかもしれませんけど、あの愛子さんね、あの歌手のあの愛子さんですよ、あの愛子さんのコンサートに、行ってまいりました。木下ゆうかちゃんが、もともとね愛子さんと仲良しで、で、その流れで劇団スカッシュさんのブルーっていうね、僕も行きましたけど舞台公演に、愛子さんと木下ゆうかちゃんが行ってるのよ。でそこで劇団スカッシュもびっくりして、なんで愛子さんが来るんだみたいな。でそこでまあつながって、で愛子さんはなんでその木下ゆうかちゃん仲良かったり劇団スカッシュの舞台行くかというと、YouTube めっちゃ見てるみたいです。普段からめっちゃ見てるみたいで、劇団スカッシュも見てるし、なんと僕もね、僕のこともちょっと知ってるみたいで、で、木下ゆうかちゃんが一緒にみんなで行って驚かせてあげましょうっつって、そういう意図もあったみたいで、もう僕も誘っていただいて、で、行ってきましたよ。座席はこちらでございますって係の人に案内されて行ったら、めちゃめちゃいい席で、いやもう恐縮しちゃってね、俺ら全員、いやいやちょっと俺らそんな身分じゃないからまだっつって、本当ね、外でもね、その NHK ホールに行くまでも、そのファンの方がこう看板ね、 LLP19 出してこうチケット譲ってくださいみたいなので、こう立ってる人も いてさ、本当にその入りたくても入れない人がこうたくさんいるっていう状況の中、俺がこう座ったところはその2階席の一番最前列、NHK ホールは3階席まであるんだけど、関係者席は2階席なんだと思う。で2階席のこうマークがあるんだよね、黒いマークがポンポンと、俺が座ったところのこのポンポンだったね、これ多分ドセンターのマークなんだよ、俺一番真ん中だと思って、だから前に誰もいないからこう見れるわけだよね、こういけるわけだよね、もうだから最高の席ですね。まあもちろん一番前のね、愛子さんに触れてタッチできる席はね、本当だからファンの方にとって最高の席はあそこだと思うんだけど、まあその落ち着いて見られる、ゆっくり見られるこう席としてはもうすっごいいい席だなと思って、で左プッて見たら、南海キャンディーズの山ちゃんさんがいらっしゃって、あ山ちゃんだって、でだからその2階席の一番前の1列目のシートは、僕木下ゆうかちゃん、劇団スカッシュ、南海キャンディーズ、山ちゃんグループみたいな、うわでも劇団スカッシュだ、うわこれいいの俺らいいのって言うんで、木下ゆうかちゃん、まあすっごいいい席ですねっつって、でバーンと暗くなって、みんなギャーってなって、うわ真っ暗だ真っ暗だ、ズバーンって、愛子さんが俺のもう一番もうこのドセンターの真ん中でドーン、まあこれ何と思ったね、この関係性何みたいな、もう真ん中なんか俺のためにやってもらってるぐらいの感じだった。すごい、愛子さんに後でね主演後お会いできたんですけど、あ握手も俺から触らせてください触らせてくださいって言って握手していただいたんですけど、愛子さんの態度的には、あ本物だ、ああみたいな、ああって感じだった。俺もああって感じで、お互いああっていう感じだった。いやでもね、本当俺の人生悪くないなって思ったね。本当にリアルに歌を聴きながら、みんなギャーってなってたから歌をこうやって聴きながら、僕の真正面にいる愛子がこっちに向けてさ、こう目もめっちゃいい、目めっちゃいいらしいから愛子さん、
で こっちアイコがこっちを見て歌っているみたいな。今で明らかにこっちに向けてエネルギーを放ってきて、こう木下ゆかちゃんとか見て手振ってきたりとか、最後劇団スカッシュのポーズしてたからね、こっそり誰にも分からないようにしてたから、終演後教えてもらって、俺もなあのポーズ何だったんだろうって、もう劇団スカッシュのポーズだった。いやガチだから、あの人ガチだから。で最後終演後さ、いろいろお話ししてさ、劇団スカッシュの DVD、 ブルーの DVD 普通に予約してますみたいなさ、で劇団スカッシュやめてくださいやめてくださいみたいな、いやだって劇団スカッシュのブルーのあれ DVD 予約すればサインもらえるんでしょみたいな、なんかもうどっちがファンだか分かんないみたいな掛け合いやってて、で僕がいやアイコさんそれただのファンじゃないですかっつったら、はいただのファンですって言ってました。だからね、こっちが一方的に見てるとかじゃなくて、向こうも見てるから、なんかこう会話がわけわかんない感じにね、なってましたね。はい、まずはこちらの画像をご覧ください。こちらね、前のちょっと左側に氷が置いてあるね、水を張ろうとしてる痕跡が残ってますけれども、こっからちょっとだけ仕込みまして、こんな感じになりました。こっからこうね、はい、なんかちょっと氷が増えてるのもわかるけど、ちょっとなんか側面が赤くなってるよね。ちょっと見に行ってみよう。はい、やっちゃったのよやっちゃったのよ。まあね、色的にどうなのってね、そうなんか気持ち悪くないみたいなさ。でも草間弥生的なって言えば成立しない？どう？キノコですよ、キノコブロックつけちゃいました。なんかノリでね、ノリでつけちゃった。ちょっと歩きづらいけど、ここキノコブロックをなんとなくこうやって下並べて、ここの柱のとこだけつけようかなーみたいな感じでさ、やってみた。もうやっちゃったから、この調子でもう行こうかなと思ったんだけど、もうね、手持ちのキノコがないんだよ。キノコだってそんなにボンボン持ってるわけじゃないからさ。ということで今日はちょっとキノコをゲットしようと、いっぱいね。もうなんかいつの間にか巨大種じゃなくてキノコの話になっちゃってるけど、そうそう、まあこのお水ちょっとやろう。ちょっとだけやろう。ほらね、あれなんか水流になってない？全部あれ全部水流になってない？これダメじゃない？これあー何やってんだ俺。え違う、え、これでよくない？あーだからシルクタッチで割っちゃダメなんだ。はい、じゃあ行きまーす。ゴン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 、はい、いいね。おー、はい、歩いても流されません。じゃあちょっとキノコのとこ行こう。実はですね、この中今までちょっと適当な感じになってましたけど、ちょっとここが変わってます。昨日一人でね、ちょっとホリホリしたんだけど、こっちね。ちょっとこっち見ようか。おー、いいじゃん。いい感じじゃん。これが俺がやりたかったこと。ね。シースルー的な。いいでしょ、これ。ね。いいじゃん。はい。そして、俺が昨日ホリホリしたのが、ここで、まだ何作ろうか決めてないんだけど、ほら、こっから真ん中がこうくり抜かれて、あっちに貫通していけるようになってます。で、こっち下は、あ、下まだか。下まだなんだけど、こういう感じね。こういう具合になってます。はい。で、今日は、キノコ栽培を私したいと思いまして、キノコ栽培場をちょっと作ります。で、どこに作ったかというと、これね、これちょっと今度行くわ。今度何とかします。はい。で、キノコ栽培場が、こちらでございます。まだ完成してはないんだけどね。まずこれ見てほしい。これ見てほしい。行くよ、このレバー。おい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 。はい、簡単なドア作りました。後ろから見るとこんな感じね、完全に隠せてるでしょ。ちょ、なんでこの石変な中途半端なの。石中途半端、こう消してもいいでしょ、こうしてもいいでしょ、これでいいでしょね、これでもいけるよね。はいはい、いいね。はい、でこっち側にはレバーついてません。これはですね、どういうことかというとですね、この中が、これから私が作ろうと思ってるキノコ栽培場でございます。これキノコってこう直接植えられたかわかんないけど、ちょっとこの下をちょっとまあ雰囲気出すためにね、全部土にしたいと思います。
で、キノコっていうのは明るすぎると育ちません。例えばここ、この松明の明るさって確か14だったと思いますけど、ここが14ね。で、ここね、ここのここが13、ここは12っていう風に1マスずつこう明るさがね減っていくんだけど、これ12以下じゃないと、育ちません。これ12ね。だからここは育つ。でもここは13、ここも14。だからこことかにあるものは育たないということですね。もう一回言うと、ここが明るさ14ダメです。で、ここが13ダメです。12 OK、 11 OK、 10 9 8 7 6とずーっと OK です。キノコ育つ環境ではあるんだけど、11 10 9 8 7、ここから先の暗さになってしまうと敵が湧きます。だから暗くすればするほどキノコは育てやすくはなるんだけど、今度はモンスターが湧いてきちゃうから、明るさは8以上、8、9、10、11、12、8以上、12以下っていうこの明るさの範囲で、キノコをうまくこう置ける明るさの部屋を作んなきゃいけないということなんだけど、めんどくせえじゃんそんなのって思ったの。俺いろいろ調べて、昨日めんどくせえなと思っちゃった。だったらさ、真っ暗でいいじゃんって俺は思いました。なので今これ松明ついてますけど、全部撤去する、全部撤去して暗室を作ります。で、ちなみにもう一個条件として、キノコが育つためには空に面していてはいけません。それも一個あります。だから、地下室というかちゃんと室内に作んなきゃいけない。はい。で、ここに完全な暗室を作るために、ちょっとこう閉めるね。こうするでしょ、こうするじゃん。じゃあこの部屋真っ暗にしたとします。真っ暗にしてガン。はい。こうすればもうこの部屋の中はもう真っ暗、完全な闇です。で、モンスターも当然湧きます。だからモンスターハウスと化すわけ。モンスターハウスでありキノコハウスでもあるという、そういう状態を作るわけですよ、ここに。で、ここじゃあキノコ育ったかなって行くと、ここにキノコとかがあるわけね。ただモンスターも育ってる、モンスターも育っちゃってる。だからこのガラス、その意味のガラスです、これ。あー、モンスター育ってんな、どの辺いけるかなっていう見るために。で、こんな感じで敵を倒しながらキノコを採取するっていう、そういう施設。ダメかな。まあやってみよう。とりあえずこの1段目を全部土にするので、土持ってきます。じゃあ掘っていきます。で、あれは昨日さ、3連休の最終日でさ、M ステやってたじゃないですか。見ました？見た方います？あの、なんかゴールデンダンシングタモリみたいなとこ、断るごとに出てきたりとかね、なんかミッキーが出てきて踊り狂ったりとか、まあいろんなアーティストが出ていましたけど、愛子さんもね、出てたよね。いや、めっちゃ忙しいよねと思って、ライブが全部終わったってさ、昨日は19日か、だからライブ終わって1日挟んで次の日 M ステみたいな、よくやるよね。で、その M ステね、みんな M ステずっとね、あ、10時間生放送とかで見てたかもしれないけど、俺はその途中何見てたかっていうと、あの〇〇の妻たちっていうやつの、そのミノモンタ特集、ミノモンタスペシャルをね、ちょっと見ちゃって、じゃあの昨日しずえさんもうちいなかったんで、あの俺久々にねテレビ見て泣いた。あの、うるうるとかじゃなくて普通にこう涙流して泣いたね、昨日。いや、よかったのよ、あのミノモンタ特集は。あれは泣くよっていうさ、今ちょっと喋ると泣いちゃいそうだから、ちょっとあんま言わないけど。でさ、昨日はもうあれなのよ、もうカメラの発表の連続ですよ。その GH5、 俺が今使ってる GH4 の次の GH5 の発表、あとパナソニックの発表ね、パナソニックの発表、あとソニーの α99M2 のソニーの発表、あとは GoPro も GoPro Hero 5、 あとカルマっていうドローン出してきたし、あとオリンパスね、一番フラッグシップモデルの EM1M2 っていうの出してきて、もうだからカメラも昨日一日でドワー出てきて、うわー、このさ 5DM4 買ったけど、これちょっと早まったかなっていう、うわ、もっとちゃんともうちょっと待てばよかったかなっていう思ってしまうレベルの
たくさんこう発表がドバ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 って出てきて、もうだから忙しかった。だから昨日夜中もさ、夜中にやってるから、その発表会が、 GoPro の発表会なんかさ、なんかもうすっごいノリノリなの、ウェーイみたいな、 GoPro 発表するぜみたいなさ。で、カバン、小型のカバン、リュックをさ、リュックを下ろしてさ、小型のカバンからさ、あの GoPro がね、 GoPro のドローンがこう開けると GoPro のドローンが出てくるんだけど、 Apple とかだったら多分ね、これが Apple の新製品だとしたら、こう持ってこちらです。で、みんながうわーで、スタンディングオベーションみたいになるんだけど、あの昨日の GoPro のあの GoPro のあの茶髪のあの社長か誰かわかんない人の GoPro の出し方、出すよー、行くよー、えいうえで、観客ぶっつーみたいなさ、テンションめっちゃ高いのよ。で、GoPro うわーって出して、いやーってなって、そのまま映像に行くんだけど、映像もすごいノリのいい映像で、なんかこう綺麗な映像がね、映し出されながら GoPro の映像がこうガーって出るわけよ。で、すごいいい感じのプロモーションビデオで、てみたいなさ。で、こう終わって映像が途切れた、映像が終わって途切れた時も、その社長がてウェーみたいな、まだノリノリなの、ノリノリでダンシングなの、てみたいなさ。そんな発表会ある？そんな発表会ある？いや、だからアップルでもさ、いくらなんでもさ、あの何、ティム・クックがさ、てやんないじゃん、こんな。へぇ、iPhone、ウェーとかなんないじゃん。GoPro なってんのよ。いや、それ面白くて、興味全然ない静江さんもさ、この発表会面白いねっつって。なんかね、すっごいテンション高いの。まあ、だからね、ちょっとカメラもいいのがいろいろ出てきたから、ちょっとちゃんとこれからチェックして、本当にそのだからノリで買っちゃダメなの。まあノリで、まあ一応ちゃんといいカメラだから買ってはいるんだけど、いろんなカメラが出てくるとまた選択のこう仕方が変わるから、まあちょっとカメラに関してはまたちょっとメインチャンネルでね喋りますよ。24分喋っちゃったな。もうこれだけで動画成立するからね。ちょっと喋りすぎちゃった、ダメだな。はい、できました。意外と大変だったな、俺。意外と時間かかっちゃった。よし、じゃあちょっとキノコ持ってきて。おお、お前なんだ、なんだお前。何突っ立ってんだ、そのとこに。キノコはね、一応あるのよ。ここかな、赤キノコが22個、茶キノコが4個。じゃあどうしようかな、両方増やしたいから。じゃあちょっと中途半端だけど、赤キノコ20個、茶キノコ4個。ね。これを持っていくことにします。これを増やした、うわ、ベス！自分で打ったように自分で当たっちゃったよ。増やしたいと思います。湧いてない。普通に湧きそうじゃねえか、これ。ちょっとキノコ植えまーす。よし。植えられるよね、もちろん。いや、ちょっとここ植えてみようとしていい？ここは明るさが明るすぎるから多分無理。いきます、右クリック、右クリック、右クリック、ダメ。でもここが14でしょ、13、ここはいける、はい、いける。ここは無理ということなんですよ。明るさ12以下じゃないとダメということ。じゃあここは、ここが明るさ14、13、ここは無理か、無理だ。ここはいける、こういうこと、こういうことなの。だから松明から2マス離せばいいってことかな。まあそういうこと、そういうことなんですよ。じゃあちょっとなんか規則正しく並べたいね、この辺から。3、4、5、10。はい、で4個、この4個はどうしようかな。なんかね、キノコはなんか本当に増えづらいらしくて、時間もすっごいかかるみたいなの。なんかこう、はならかした方がいいかな。こうと、こうしようかな。はい。置き方も変だけど、こうしました。つうか、明るくても全然キノコ置けるね。明るさ12以下って結構緩いね。だからこれでも十分増えるってことか。いや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 、何言ってんですか、瀬戸さん。消しましょう、消しましょう。だって、キノコさんはやっぱ暗いジメジメしたところがお好きですから、ね。闇をさ、作った
ってあげましょう、ね、ほらキノコさんが喜んでる。ほら ありがとうと、僕たちに闇をくれてありがとうって喜んでるね。はい、怖い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 よ怖いよ怖いよ、めっちゃホラーやん。ここしかもこんな作っちゃってる。ほら完全なる闇です、完全なる闇です。なんか絶対入っちゃいけない部屋みたいな、開かずの間みたいになっちゃった。これめっちゃ入りたくないんだけど、ここ。単なる湧き層、単なる湧き層になっちゃいました。はい、とりあえず完成。ということで、キノコって増えるのすごい時間かかるらしいんで、今日はちょっとこのままほっときたいと思います。はい、ということで、この巨大樹の下のところをこうなんとなく魔が差してこう赤いキノコで囲ってしまったことによって、キノコがすごく必要になったと。だから地下にキノコ栽培場を作ったけど、暗すぎて開かずの間というかただの湧き層になってしまって、もう絶対入りたくない感じになったというお話でございました。ちょっと次回まではあの部屋見ないことにしとくんで、次回ちょっとあそこ見に行きたいなと思います。ということで以上、続いてこちらございました。じゃあの、はい、どうも皆さんお疲れ様でございます、トリです。はい、前回はですねアンケートちょっとなかったんですけど、こんな感じでこれから発売するやつで気になってるゲームとかあったら書いてねっていうことで、ちょっと瀬戸康史にお願いしてみました。コメント欄動かせるようになってるんで、ちょっと見ていきましょう。スーパーマリオラン、ね。あとは、発売とか関係ないんですけど、マリオカートまたやってほしいです。とかね。でね、これ他の人も書いてたんだけど、ゲームじゃないんですけど、サンリオ男子ってアプリやってみてください。と。あるんだね、そういうのね。で、勇者のくせに生意気だ。これも聞いたことありますね。あと、スーパー、ん？ちょっと待って。スーパーマルオラン。スーパーマルオランになってるよ。スーパーマルオラン。マルオランは、逆にやってみたいけどね。マルオラン。あとは、なんだろうな。マリオメーカー 3DS 版気になる。ポケモンサンムーンの実況してください。地球防衛軍5やってください。まだ発売されてません。来年発売されるかも。地球防衛軍一回もやったことないね。で、この方も、サンリオ男子が気になります。ドリームキャストのシェンムーン。レトロゲームも名作がたくさんありますから、ドリームキャストもう持ってないからね。できんのかな今どっか違うハードで。やっぱり今後一番話題になるタイトルは、FF15 でしょうねと。映画も放映されるし、グラフィックは人類史上最高と言ってもいいかもしれない。僕もちょっと見ましたけど、あれすごい面白そうだよね。あと、桃鉄2017立ち上がれ日本っていうのが出るんだ。桃鉄もなぁ、俺する人がいない、鳥さんする人がいないからなぁ。グラビティデイズ2がめっちゃ楽しみです。あ、これもなんかちょっと見た、これ。ソニーの、発表会でね、2が出るんだよね。重力を操作するゲームです。主人公のキトゥンちゃん。キトゥンちゃんっていうの、主人公。主人公キトゥンちゃんなんだ。とても可愛らしいです。12月1日発売で少し遠いですけど、僕はそれを励みに日々頑張ってます。すごいね、その、ゲームの励みに頑張るって超すごくない？ねえ。あと、BF1 ってなんだろ、これ、バトルフィールド1ってこと？タイタンフォール2、コールオブデューティー、IW かな。FPS 系なのかなこのゲームは。ジョイオブクリエーションリボン。日本では知ってる人少ないと思いますが、海外で気持ち悪いぐらい流行ってます。動画見たけどめちゃめちゃ楽しかったです。ちょ、鳥さんこれ知らないんだけど、ちょっと後で調べてみようかな。戦国無双サナダマルかな。これ今のサナダマルブームに便乗した戦国無双が出るってことなんですかね。なんか結構みんなゲームいろいろ書くね。これがコールドブデューティーインフィニットウォーフェア。コールオブデューティーね、ちょっと新作やってみたいね。今までのやつやってもいいんだけど、なんか古いゲームやるの嫌な感じはちょっとあるから、なんかコールオブデューティーこのインフィニットウォーフェアが出たら、すぐ飛びついてみようかな、鳥さん。鳥さんっていうかセットさんに飛びつかせてみようかな。で、実況させてみようかな、それこそに。やっぱスーパーマリオラン、あとグランツーリスも書いてる人も多いですね。なんかいっぱい。いろいろ書いてます。あれ？二の国？二の国ってこれ、ま、出てないのこれ。なんか、どこだっけ？レベル5だっけな？なんかどっかが作るってね。聞いたよ、鳥さん。鳥さん聞いたよ。これま、出てなかったのか？なんかジブリっぽいやつだよね。
で、出てないんだね、まだね。ということでね、このコメント欄の中でもね、鳥さん結構いろんなゲームちょっと教えてもらったな。これからちょっとやってみたいゲームは、コールオブデューティーがちょっと気になったかな、鳥さん。鳥さんもね、ガチの FPS ゲームちょっとね、やってみたいから、瀬戸康史もオーバーウォッチやってたけどね、オーバーウォッチみたいな、ああいうゲームをね、ちょっと瀬戸康史何気にちょっと、好きなんで、ちょっとやってみたいなと、思いましたね、鳥さんもね。はい。ということで、以上、鳥さんでございました。じゃあ、バード